ます。舞台ありがとうございます。舞台やっほー、こんにちは。こんにちは。前髪作ろう。前髪作ってみます。その T シャツバリ好き。 WBC の T シャツです。今日の夜ご飯はこちら。今日は帽子セットじゃないです。そう、昨日今日昨日ルームスで着てた服ですね。で今日は公演前に、京都のお寺巡りしてきました。3カ所行きました。二条城と、あと二条城、平安神宮、平安神宮と、あと33元堂行ってきました。もうね、二条城は今日参拝はお休みだったんですけど、平安神宮と、なんだ、三十三間堂行って、あの三十三間堂が本当にパワーもらえるんですよ。京都、はい、京都めっちゃ暑そう。京都暑かった。そうですよね、うん、なんか大阪より暑いイメージ。え、じゃあ後でな、御朱印帳の写真見せるわ。はい、もうめっちゃ私にしか、うん、私にドンピシャで、私のために作ってくれたんじゃないこれみたいな、ほんまにそのレベルの御朱印帳をゲットしました、はい。もうこれは買うしかないと思って、でハンカチ買ってもらったつもりでおったちゃんとお金払ってたちゃんとお金払ったそう、じゃあ安定しない。そう、本当に、うん、マジ私のために作られたみたいな色も黄色かな、色も本当にこれ私にしか持たれへんやんぐらいの。え そこまで言います？色でした、本当。あれテロップ反映されてない、なんで。でも御朱印帳本当は家に一冊あって。御朱印帳ってどうなんですか？持ってないかも。御朱印帳はね、御朱印をもらえるハンコみたいなやつですか？そう、お寺とか神社の御朱印がそれぞれあって、うん、それを集めるの。なんか集めるの好きな人とかもいますよね。そう、私めっちゃ好きやね。あ、そうなんや。いただきます。うん、うまっ。何でしたっけそれ。なんか、まあこれなんやろ、なんやろ美味しい。海外の味する。うん、東南アジア料理ですよね、多分。うん、なしだけ納豆。なんでなん、賞味期限家の納豆賞味期限分かったから、それだけでもなんで。なんか最近、うん、パンとか始めたじゃないですか、うん、やっぱり年齢相応にちゃんと肉つくようになって、うん、焦ってんの。はい、なんか前までは、うん、なんやろ、うん、まあ、太ったなって思うことはあるけど、うん、すぐ落とせた。うーん、けどなんかいろいろ、あとなんかこういうのを日常で食べといた方が外で食べた時の感動が生まれるなっていうなるほどね、はい、
普段は制御して。そうですね。偉いな。でもなんか健康、それこそ勉強、うん、始めてから健康的なものを食べたいみたいな欲になってきましたね。やっぱりなんか考えることありました。私も料理の勉強しな。なんかね最近やってますよね料理やってないね最近。やってないんかい。だからさ将来さ、うん、もう一人で生きていくためにもさ外食ばっかりとかあかんやん。いや絶対ダメです。人のこと言えないけど絶対あかん。だからさあかんっていうか食べ方にもよると思うんですけど、うん、でもさよりさ、うん、健康的にできるのは、うん、手料理とかやん。そうですね。あとコスパもいいですねやっぱり。あそうなんや、はい、タレ添加物間違いない。だから納豆とかも、うん、あんまりタレとかつけない方がいいみたいな。納豆のまんまで食べた方がいいみたいなはい、めっちゃシソとタレつけてますけど納豆のままで食べたらもう納豆やんそれ。そうなんですよ。さすがにそれは我慢できない私は。うん、私公演前納豆すぐちゃんと歯磨きしよう。めっちゃ歯磨きしよう。うん、絶対臭いとか言わないで、うん、だから横に飲むヨーグルト置いてるじゃない飲むヨーグルトちゃんと飲んで辛子じゃないんで青じそなんで。でも朝毎日最近納豆食べます。うん、いただきます。イエーイ大好き納豆。うん、納豆って臭いんですかね。いえ私は好きやけどな。私も好き。でも臭って思う時はあるでも納豆嫌いな人の横で食べたらやばいんでしょうね。うん、海外の人とかやばいんちゃう。うん、確かにこんなに美味しいのに。中国でいう臭豆腐みたいな。臭豆腐臭い。臭い豆腐って書くやつ、そういうもんなんや。うん、美味しいのに。食べてみたいけどな。でも美味しかったりしそう、うん、確かにドリアンとか食べてみたい。うん、嫌や。嫌なんや。うん、なんでですか。ドリアンはなんか嫌や見たことないです食べれるところのドリアンを。うん、カットされてないドリアンしか見たことないです。カットされてんのジャカルタで見てんけど、うん、パパイヤみたいななんか感じやった。うん、けどこれがあ臭いんかって考えたらちょっと無理やった確かに、うん、あ焼き汁も無理やな私。あれじゃん、なんかさ見た目さ、はい、いけるって思って食べてさ、それがもし自分と違う思ってたやつと茶味やったらなんか無理じゃない。なんかたまに、うん、酸っぱそうな なんですかおかずがめっちゃ甘かったりするじゃないですか、うん、あの時私一回やめちゃいます卵焼きは。え、卵焼きは、うん、しょっぱいと思って食べたら甘かった時。うわちょっと一回やめるかなけど、うん、聞く手作りだったら聞きます。うん、甘いとか。確かに。で青のりとか入ってたらしょっぱいやろうなみたいな。うん、そうやな感じかも。美味しいけどな、うん、どっちも。うん、うん、うん、納豆絶対食べた方がいいですよ皆さん。そうですか。なんかやっぱ栄養、うん、ね、勉強してるんですけど今なんか病気とかに、うん、なんか主に食品みたいなやつで、うん、納豆めっちゃ多いですやっぱり。うーん、納豆食べとけばなんとかなりそうやなって勉強した結果おもろすぎやろそれバランス大事ですけど、ようやくすると納豆が最強ってこと納豆キムチ豆腐ぐらいが最強めっちゃ美味しいよな。ダイエットの時にさ、はい、豆腐の上にさキムチと納豆のせんのめっちゃ大好き。私もめっちゃ食べてましたそれ。それにさたまになんか卵とかね。そう、うん、大好き。納豆苦手な人多いもんな。炙りキムチ、あ、炙りチーズ納豆キムチ豆腐めっちゃ美味しそう。うわーいいですね確かにカロリーやばそう。でもなんか
チーズって分かりますよね、太ると太らない。うん、私乳製品多分いけんねん。あでも脂質ですよね、チーズって。うん、なんか私遺伝子検査したことあって、自分の、うん、私脂質が太るらしいです。あ、そうなんや。はい、だからあんま食べない方がいいみたいな。ママに一回やっときって言われて、アレルギーとかもあるかもしれへんからみたいな言われて、脂質でした。糖質で太ろうと思ってます私。糖質はいけんの？いや多分ダメですけど、食べ過ぎたらどちらかというと、はい、多分どちらかというとみたいな。皆さんもぜひやってみてください。面白いです。結局バランスよく食べやってことよね。揚げもあかんやって。そうなんです、揚げも大好きなんですよ私。うん、イメージある。なんかなんであんな美味しいんでしょうね揚げもんって。揚げもん界で何が一番好きなの？唐揚げ。そうなんや。私唐揚げが好きです。一番。はい。うん、てか鶏肉が好き。うん、もも胸じゃなくてささみは好きです。うん、ハサミのサラダ結構ほぼ週に1回は食べてます。鶏肉って言った今。はい、だから言ってるやん、焼き鳥行こうって焼き鳥やったっけ、なんかいろいろ変わってんの焼き鳥行こうって言ってたやん焼き鳥やったっけ。私のおすすめのお店あるんですよ、うん、あ、そうやそうやそうや、思い出しました。行こうって言ってたのに。行きましょう。もう行かれへんわ。嘘でしょ、チーム変わるし。嘘そこ関係あるかなそこ関係あると思います皆さん。絶対行けますよ。ああ行かれへん。絶対行こう。私来週暇です。嬉しいお知らせっていつ頃解禁ですか？来週暇って言ったのに来週暇、来週暇27、28日、どっちも暇です。今のところ来週暇な日は言う。あ、27か27じゃん、28、29です。28いけるかも、うん、多分とか言って連絡多分来へんのこれ。28いけるかもな。まあでも夜だったら絶対野球見に行きたいでしょ。あ、うん、月曜日かな。いや別に29は絶対野球見なあかんのあの次の日があれなんですよ。何ですか？実況なんです。ああ、それ見てください。うち、ん、さんはねどっちかっていうと昼の方が予定合わせやすいですよね。いや、まあ確かに昼から遊んで夜ご飯も一緒にみたいな方が行きやすいかも。毎日野球行ってるイメージなんですけど私。なんでやねんでも今週、先週、今週めっちゃ行きましたね、うん、めっちゃ行ってましたよね。うん、イメージある。でもため取りしとかないと私もラビ活。でもライブ期間いけないんで。うん、やっぱりそうよな。うん、なんか一応ちゃんとライブ前は節制するんですよ。うん、うんうんうん、だからご飯あんまいけないですね。まあ、鶏肉やったらいけるっしょ。鶏肉いけます鶏肉余裕揚げ物今のうちに食べとこう。あんなに攻めてたのに予定決められるとおとなしくなるのかな。うん、ちっさんとちゃんと予定決めてあんま遊ばないですよね。うん、ちょっと今日行こうやぐらいのノリで、うん、私でも、うん、14の時に年日入ったやん、うん、はい、あのスケジュールが本当に1週間先がわからないのですよ、うんうん、だから友達に対してもメンバーに対してもマジで前日とかじゃないと無理やん、うん、ほんまスケジュール決めて遊ぶとかいうのが無理になった、うん、なんか行く気なくしません？なくす。もうこの期間であまだこんな先なんかって思ったら、うんうんうん、行く気なくす。あと私も逆に、うん、その前後の仕事のハードさ、うん、なんか例えば公演2日連続あって1日休みで、うん、その次の日また公演とかやったら家で遊びたいなって思ってたから。わかる、うん、なんか踊る系やったら余計になんかもう入れられへんくなりました。うん、すっぴなんかそれまでの仕事1週間あって、うん、全部メイクしてたら、うん、メイクしたくないみたいな、うんうんうん、もなるから
なんかもうほんまに私もちっさんタイプ、前日に友達に遊べるみたいな旅行タイプ。え、旅行の予定とか立てられへんもんな。私旅行の予定だけは立てれますね。立てれるん？はい、3日前に休み決まっても立てれます、うん、あ、でも私も今日のやつ前日に決めました、京都行くって。ごめんな、すぐ行きますわ。まだメイクしてていいよ。行きまーす。メニアヌビー中に博多行ったんですよ。うん、え、めっちゃいいやん。で、3日前にもう休みやろうなって、うんうんうん、3日前ぐらいに確信しません？私今日やここ休みやろうなみたいな、うんうん、3日前ぐらいにちゃんと確信できるんです。で、一応マネージャーさんにこの日休みですかねみたいな聞いて、うん、休みだよって言われて、うん、その日に飛行機取って。いいね。でも泊まるの怖いから日帰りで行きました。飛行機やったんや、新幹線じゃなくて。飛行機1時間もんな、50分で着くんですよ。あ、そうなんや。だから飛行機取って、ね、じゃあ日帰り博多もありやな。え、余裕で行きますよな。ん朝5時ぐらいで起きないとダメですけど。ありあり全然行けます。日帰りで宮崎行けるんだから。でも意外とね、うん、なんか この何年もいるとこの期間ちょっとマシなんやろうなって分かってくるじゃないですか、うん、ライブじゃない期間な、うん、ゆいなと宮崎県行きたい、フェニックスリーグ。え、なんでえ、なんでだ。フェニックスリーグどこなんですか。球場かな。10月多分1ぐらいから30ぐらいまでかな、うんうん、10月1、あ、結構忙しい時期ですね多分それ。あるんです。何がですかね。宮崎県でフェニックスリーグっていうのが。え、何の理由ですか。行きたいな。何やろ。え、美味しいのたくさんあるんですけどね。あ、それは食べます食べます。で、ゆうに運転してもらおう。ちいさん大阪まで戻してこれるかちょっと心配になりますけど。はい、ではありがとうございました、はい。ワンチャン行ってるかもしれないです、フェニックスリーグ、はい、そうです。13位ねねさん、12位R さん、11位直行さん、直行犬さん、直行犬さん、10位読めてないです、富士さん、9位ゼロさん、8位ユフィーウフー、ユフィーウフーさん、7位野原しんのすけのすけさん、6位じんちゃんさん、5位たっちゃんさん、4位神戸の黒さん、3位山俊さん、2位すけかにさん、1位大地さん。ありがとうございました。メイク行ってきます。行ってらっしゃい。私が一番時間かかるんで。でも最近自分でメイクするようにしてはる。そうなんです。私はもう今日はメイクしてます。頑張ります。今日もメイク。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい。みんな雨気をつけてください。